阪神、1対0で中日との延長戦を制す。阪神が延長にもつれ込む熱戦を制し、敵地で連敗を阻止した。今季延長戦は8試合目で3勝1敗4分けとなった。3試合連続で3番中堅で先発した近本浩二外野手が延長11回に決勝打を放った。来た。トラホー。勝ったぜ。やったぜ。勝ったぜ。マイピー岩崎。勝ち越し勝ったから嬉しすぎる。サンキュー近本。サンキュー大竹。サンキューリリーフ陣。正直大竹が今年もここまでちゃんとやると思ってなかった。調子微妙なのによう抑えたな。さすが阪神連敗戦な。小笠原。中日に期待した俺がバカだった。やったー連敗ならんかったー。劇場版新岩崎。勝てばよかろうなのだー。やし近本個人分。あれは打った近本がすげー。そやライマルも歩かせるわ。また巨人阪神だけの貯金独占世界が始まったよ。